ダン・メリドール、ダン・メリドールは、1947年4月23日、イスラエル・エルサレム出身のイスラエルの政治家、法律家、イスラエル国会議員で、現在6期目、同国の法省、財務省を歴任。政治的モットーは、右に傾斜しすぎることも、左に傾斜しすぎることも誤りであるである。経済学者のリオーラ夫人との間に4人の子供が、いる。 1947年、建国前のイスラエル・エルサレム出身。父親はロシアからの帰還者で、当時はイル軍の活動家だったエリアフ・メリドール。ジップ・エリアフは、その後、現在のリクードの前身へ、ルートに参画、同等の議員として活動する。メリドールは長じてヘブライ大学に進み、同大学で法学の学士号を取得する。軍隊時代は、 戦車部隊に所属、最終的な階級は大位。その後メリドールは、ジップが使いたメナヘム・ベギン首相の下で内閣の事務局長を務め、ベギンがレバノン戦争で失脚すると、その後を継いだイズ・ハーク・シャミールにも同じように従った。1984年に退任し、同年実施の総選挙で、リクードから出馬、当選を果たし、同党内では恩恵派に属した。 シャミール政権下で、交渉、96年発足のネタニヤフ政権下では、財務省に就任するものの、同党内の対アラブパレスチナ強硬派を代表するネタニヤフとは、政策的にたびたび対立し、翌、97年、財務省を辞任。その後、リクードを離党し、同じようにネタニヤフと対立し、同党を離党したいつはク、モルデハイト、新党、 中土党を99年に結成するものの、党勢は伸び悩み、党首のモルデハイ自身も、強制売説事件で政界を終われ、同党は実質的に消滅する。メリドール自身も2003年の総選挙には、出馬を見合わせ政界からも一時見を引くことになる。長らく政界から遠ざかっていたメリドールだったが、2008年11月に、 長らく対立していたベニヤミン・ネタニヤフと関係を修復、政界への復帰を発表する。メリドールはエフード・オルメルト首相とは関係が良好だったが、レバノン侵攻への失敗を理由にカディーマの政策を同期者会見で激しく批判した。同月にはメリドールとは別の立場からネタニヤフと対立していたベニー・ベギン、元科学省も関係修復を果たしており、 メリドールとベギン、そして国民的人気の高いモーシェヤーロン、元参謀総長の3人は2009年2月10日実施の総選挙で政権奪還を目指していたリクードの目玉候補となり、同党の政権奪還に大きく貢献する。メリドールは同党の比例順位17位で出馬し、当選を果たしている。ありがとうございます。